まだ戦歴が浅くてその様子を全然見てなくても、あ、この馬は気性が悪い馬だろうなっていうことを見抜く方法があると思っています。先週の火曜日に出した動画で話したんですけれど、僕ら生き物がみんな共通して持っている生きる使命に子孫繁栄というのがあると思っています。僕らは何とかして自分の種の繁栄をしたくて、それを種族ごとに合った戦略を持って常に目論んでいるわけです。その火曜日に出した動画でライオンの話を少ししたのって覚えてますか？ドキュメンタリー番組とかで見たことあると思うんですけれど、違う群れ同士のオスが出会って戦って、で勝った方のオスの方にメスは手のひら返してついていく、でそのオスとの子供を産み始めるんですよね。僕ら人間は感情を持っているので、そういうのを見て、うわひどいなと、そんな裏切りあるかいなとかって思わず突っ込んでしまいがちですけれど、でも生物の世界で見たらむしろその方が健全で、強い個体との遺伝子を残さないことには生き残ることができないわけなので、まあそういったことをしているということまでお話ししたと思います。今回はその続きから話したいんですけれど、このオスとメスのカップルってこの後何するか知ってますか？まあ僕ら人間はどうしても感情を持ってるので、すごく悲惨だなっていう風に感じてしまう人もいるかもしれないので、そういうのがちょっと苦手だなっていう人は、動画の最後にその気象の見抜き方の話はしますので、はい、ぜひ最後までスキップしてください。すいません。はい、このオスとメスのカップルはこの後子供を皆殺しにするんですよ。そのメスが連れてきた前のオスとの間にできた子供を皆殺しにするんです。その前のオスとの子供がいる状態だとメスが発情しなくて、その飼ったオスが自分の遺伝子を残せなくなるっていうことだったりとか、あとは単純に取れる食料にだって限りがあるわけなので、そうやって連れ子がいる状態だと、その新しく子供ができた時にその子供にうまく食料が分配できなくなってしまうんですよね。で、そうなると生き残れないっていう遺伝子にとったら最悪の結末になってしまうので、まあ、そうならないように、まあ、皆殺しにするわけなんですよね。まあ非常に冷酷だなっていう感覚を僕ら人間はどうしても芽生えてしまいますけれど、まあ、でも生物の掟にのっとれば非常に分かりやすい話ではありますよね。で、これ面白いのが、何もライオンに限った話ではないんですよ。ヒョウとかチンパンジーとかカモメとか金魚とかでも起こるみたいです。まあ、動物全般でこの子殺しということは起きているわけなんですよね。で、まあ、すいません、ちょっと話それるかもしれないんですけど、僕は人間の虐待も実はこれに似ていて、この動物と同じように遺伝子が引き起こしているものではないかなって思うんです。まあ、子供を虐待するっていう非常に辛いニュースが少し前だと本当にたくさんありましたけれど、そのほとんどのケースが実は親が再婚しているっていうパターンなんです。もう違う血縁関係の中で起きているってことですね。多分今これを見ている方の中でもそういうニュースを聞いて、あ、確かに再婚してるって聞いたことがあるなだったりとか、よくわかんない夫婦関係の中で起きてるイメージがあるなとかっていうのを今持ってると思います。そういった関係の中で虐待はすごく多く起きていると。で、そういった関係の中で虐待が多いという事実に、そのさっきのライオンの群れを乗っ取る子殺しのシステムっていうのがなんとなく僕はやっぱちらつくんですよね。うん、すごく似てるなって思う。だから僕こういうところにメスを入れなきゃいけないんだろうなって常に思ってるんです。はい、どうかな違うかなという話をね、僕ね、大学時代にゼミでしたらソース感を食らうっていうねことがありまして、非常にトラウマなんですけれど、はい、またあえてここでしてみるっていうもうやられに行ってますね。はい、まあそういう感じです。で、まあそういった中で、じゃあ一体どんな心理作用が働いて、それがどういう風に犯罪心理に変わっていくかっていうね、知的好奇心をくすぐるような動画に関しては、その心理学チャンネルの方で夏以降に動画として出していきたいなって思うので、興味がある方はぜひ概要欄のリンクから僕のその心理学チャンネルを登録してお待ちになってください。はい、恋愛心理学を中心にやっていきたいなと思ってるんですけれど、まあ、たまにはね、ゾクゾクっとするような犯罪心理の話もしてみたいなって思っています。はい、まあ宣伝をするっていうすいません。はい、ぜひ登録してください。で、じゃあちょっとすいません、話を元に戻しまして、
そのいろんな生物の中で子殺しというものがその遺伝子戦略の都合起きているわけなんですよね。で、じゃあここから一気に競走馬の話に駆け上がっていきますよ。競走馬って生まれてから半年くらいしたら離乳といってお母さんから子馬が引き離されるわけなんですが、まあ、それまではお母さんと一緒に牧場で子供は一緒に生活することができるわけなんですよね。で、種付けというのが大体まあ春くらいに行われるわけですから、中にはもう次の年度に産む子供を授かってるお母さん牝馬っていうのも中にはいるわけなんですよね。で、そうするとですよ、さっきの話で言うとその交配をして違う種馬との子供を授かっているお母さん牝馬っていうのはさ、その目の前にいる子供に対しての母性ってまだあるのかって僕は思うんだけど、どうかな、これすごく不思議じゃない？僕すごく不思議だなって思うんだけど、その違う種馬との子供を授かっているお母さん牝馬って、その自分の今いる子供に対しての母性ってなくならないのかな。そうだろう、だって生物でしかとして考えたらめちゃめちゃなことが起きてるじゃないですか、これって。だからどうなのかなって思ってるんだけど、違うかな、なんかこの画面の向こうから全然手応えを感じてこないんだけどだからちょっと不安なんだけど、僕はちょっとそう思ってるんだ。あのさっきのライオンの話で言うと、その飼ったオスが連れてきた子供を皆殺しにするっていうのを、そのメスはほとんどの場合が見て見ぬふりをするんですよ。あのまあ、ちょっとどこまで興味がある人がいるかわかんないんだけど、 YouTube で、まあ、その手の類の言葉を検索してみると、アフリカのサバンナの結構生々しい映像が出てくるので、まあ、気になる人はチェックしてみてほしいなと思うんですけれど、まあ、ほとんどのメスがもう見て見ぬふりをするんですよ。そうだから、なんかすごくね、母性が失ってるなっていうのがわかるんですけれど、馬でもやっぱり同じことが起きてるんじゃないのかなってやっぱ思うんです。馬も違う種馬との子供をお腹に授かったら、もうその目の前にいる子供に対して母性ってどうなんだろう、下がらないのかな。うん、あの競馬って人工的にやっているものだから、生物の掟にのっとるとすごくもうめちゃくちゃなことがたくさん起きてると思うんですよね。で、その中の一つがまさにこれだと思っていて、まあこういったところにちょっと不思議なことが起きてるんじゃないのかなって思うんです。だからまずはここに関してちょっと皆さんのご意見なんかも聞かせてほしいなって思います。またいつものようにコメント欄開放しておくので、はい、あのぜひご自身の考えをちょっと打っていただいて、はい、長文でも構わないです。はい、皆さんのご意見もちょっと聞きたいなって思っています。僕は自分でこうやってベラベラ自分の考えを話すのも好きなんですけれど、同じぐらい皆さんの考えを聞くのもすごく好きなので、はい、ぜひお待ちしております。どうなんだろう、僕すごく不思議なんだけどな。うん、で、一応僕の意見は、僕は母性なくなるのかなって思ってるんです。寂しいけど、でもそういった生物っていうのをたくさん見てきたので、まあ、たくさんあってもそんなに多いわけじゃないけれど、まあ、ちゃんと見てきたっていう事実があるわけなので、そういう経験からなんか母性ってなくなっちゃうんだろうなって僕は強く思ってます。はい、変な人だよねそうです僕の考えなんだけど、はい、で一応まあこれは、まあ、僕の動画なので、僕の考えを中心にちょっとね、ここから先の話は進めていきたいなと思うんですけれど、じゃあもし仮に本当に母性がなくなってしまうというふうに仮定をするとね、これって競馬においてもすごく大事なファクターになると思っていて、母性がなくなってその子馬に対して愛情が注げなくなると、これってすごく難しい問題が出てくると思うんですよね。心理学で、いわゆるマウスといって、ラットを使って、その、哺乳類の生態を解き明かそうっていう実験が数々行われているんですが、お母さんからの愛情をたくさん受けて育てられたラットと、定期的に親から隔離をされて育てられたラットとでは、大人になってからストレス耐性にすごく差ができていて、ストレスで死んじゃうラットなんかも、この隔離をされて育てられたラットの中にはたくさんいるんですよ。はい、人間も幼少期にどれだけ母親からの愛情を受けてきたのかっていうのが、大人になってからの神経質度合い、そのストレス耐性に差が出てくるっていうことが今最近すごく分かってきたことじゃないですか。で、同じ哺乳類なんだから
馬でも同じようなことが起きてるんじゃないのかなって思うわけです。つまり母性を失って子供に愛情が注げなくなると、その子馬っていうのはその愛情を受けきれずに育てられるわけなので、その馬っていうのはいわゆる希少難の馬になってしまうんではないかなって思うわけです。はい、つまりもう僕が何を言いたいのかってわかりますよね。その馬が子供の時に自分のお母さんが違う種馬との子供を授かっているかどうかってすごく大事なポイントになってこないかな。もし僕の理論が正しいのだとしたら、そうやって違う種馬との子供を授かっているお母さんっていうのは目の前にいる子供に対しての母性を下がってしまうので、その子っていうのは十分な愛情を受けきれずに育つわけなんですよね。でそうするとその子っていうのは愛情を受けずに育ったわけなので、そのいわゆる希少難の馬になってしまうと思うんですよね。そう、どうかな手応えあまり感じないんだけど、まあちょっと僕がねこうやってベラベラ話しているだけでは、まあ、何の説得力もないと思うので、一応ねちょっと競馬のデータなんかもちょっとね取ってみたので、ちょっとそこで紹介してみたいなと思うんですけれど、気性がいい馬とそうでない馬が生まれた時に母親が他の子供を授かっているかどうかっていうのをちょっと調べてみました。まあ、要はその馬が生まれてまた次の年に子供が生まれているかどうかっていうのをただ調べただけなんですけれど、はい、まあ、それを調べてみました。で、この気性のいい馬と悪い馬の定義っていうのがちょっと難しかったんですけれど、まあ、一応長距離を走れる馬っていうのが一般的には気性がいいっていうふうに言われているじゃないですか。まあ、折り合いがついたから長い距離も行けると思いますっていうふうな調教師の方のコメントとかもあったりするから、まあ、なんとなく、あ、わかるなって思う方が結構多いと思うんですけれど、ですので、今年の天皇賞春に出走した、馬たちの、まあ、そういったことを調べてみました。するとですね、なんと、出走頭数13頭中7頭もその馬が生まれた次の年に子供が生まれていない、すなわちその気性のいい状態が育てられる環境でその馬たちが育ったっていう風なことだったんですよね。はい、まあこういうのを見るとなんとなく僕が言ってることもそんなに外れてないなっていうのがわかると思うんですけれど、はい、で逆に今年の高松の宮記念なんかは日本生産馬16頭中11頭が次の年に子供が生まれている、すなわち気性が悪い状態で子供が育ってしまうっていう風な環境だったっていう風な結末だったんですよね。はい、ちなみに去年のアイビスサマーダッシュに至ってはもう日本生産出走馬17頭中16頭が次の年に子供が生まれているっていう風な感じでしたからね。はい、からくれないだけですね、からくれないだけが次の年に生まれていなくて、そのお母さんが愛情を十分に注げられるような環境が整っていたと思うから、まあからくれないだけが、まあ、一応気性のいい状態で育てられる環境だったっていうふうに言えた馬なんですけれど、だけでしたからね。他はアイビスサマーダッシュ出走馬は全て次の年にも子供が生まれている馬たちだったんです。でもうこんだけやっぱ差があるわけなんですよね、天皇賞春とアイビスサマーダッシュで。なのでやっぱりまあアイビスサマーダッシュに出ている馬がまあ折り合いがつかずにそういう気性なんじゃないのかなっていうふうに仮定をするのがまあそもそも強引かなとは思うんですけれど、まあでもやっぱここまで差があると、まあ、何かあるかなっていうふうに思わざるを得ないというか、そういうふうな結末だったと思います。もうユーキャンスマイルとかカフジプリンスとかボージュとか名称テッコもそうかな、もう今までは毎年産んでいたのにこの馬が生まれた時だけその次の年は子供が生まれていないんですよ。もうつまりもうお母さんが子供を授かっていない状態で育てられている、それつまり十分な愛情を受けているような馬たちだったと思うんですけれど、でこうやってステイヤーになってるわけだから、気性のいいステイヤーになってるわけだから、なんか牧場のスタッフとかもこのことをなんとなく知ってるんじゃないのかなって思えるような、こういうなんか子供の産む設計の仕方だなってちょっと思ってるんだけど、どうなんだろうはい、ちょっと不思議だよね。僕はそうじゃないのかなって思ってるんですけれど、はい、とまあ、他の遺伝子との掛け合わせをして違う子種馬との子供を授かってしまうと目の前にいる子供に対しての母性っていうのが薄れてしまうんではないかと、そして子供っていうのはお母さんから十分な愛情を受けないで育ってしまうとすごくストレス耐性に弱い、まあ、希少難の馬ができてしまうかもしれないと、そうすると
その子が子供の時にお母さんが違う種母との子供を授かっているかどうかっていうのは非常に重要なファクターになるかなっていうふうに思っていて、それをまさにこのステイヤーとスプリンターの次の年度に子供が生まれているかどうかっていうデータからもちょっと確認をしてみましたというふうなことです。はい、ということで、僕は気性が悪い馬を見抜くには、次の年に子供が生まれているかどうかっていうのをチェックすればいいというふうに思っております。はい、ということに対しての、はい、皆さんからのご意見もお待ちしております。はい、で一応最後にですね、オークスではそれがどの馬に該当するのかっていうのも僕が調べておきましたので最後に出しておきたいと思います。こちらです。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい、以上で、僕のプレゼンはおしまいになります。また明日の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。